ここね、都市の今家のベランダから撮ってますからね皆さん。これパルスバーブスっていう、A ちゃんとか、そうですね、まあいろんないろんな著名人の方が、セレブな方が住んでるとこに今一軒家を構えて、このベランダの風景ですよ、これ毎日これ見てるんですよ。向こうにダウンタウンが見えますよ、ダウンタウンが。これ、そうですね、今もうすごい今日天気良くてね。そうですね。いや、ここに住めるようになって、俺ね、最初ね、あのね、ちょっと感動したの覚えて、都市に会った時にね、社長ですってこう紹介されて、その時は都市はすんごい普通の日本のなんかセダンに乗ってたよね。そうなんですよ、あのアコード乗ってました。あ、そうそう。ほんでその時にその言ってたのは、いや僕はまだこれぐらいのレベルですあの僕はこんなもんですからって言って、 その乗ってたっていうのね、はい、無駄な経費使えないですから。そうですね。なんてすごい、もう本当にその分を出店に回せたらね、やっぱりお店も会社もどん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 大きくなっていきますから、やっぱりそのアメリカンドリームっていうのはすごく夢見てましたからね。そこはもう本当に一生懸命頑張って我慢してっていうのをやってました、ね、すごいね。アメリカンドリームもある種こう掴んだ男だと思うんですよ。まだまだですけども、本当に。トシが例えば尊敬してる経営者は誰なの？まあもちろんその私たちのボスである西山という人物もそうですし、あとやっぱりこちらに来て勉強したっていうのは、まあこちらで経営を教えてくる人が近くにいなかったんで、まあそういう意味では勉強したっていうのは、まあ稲森和夫さんですかね。京セラの、はい、京セラ並びに JAL の会長ですよね、名誉会長の稲森さんの本も読み漁りましたよね。そこには何ヒントになる、何がヒントになったのじゃ。やっぱりね、一番心が打たれたのはやっぱりあの従業員がその気にならなければ会社大きくなっていかないっていうことですよね。まあ、従業員と自分が心が一つになって会社を広げていきなさいっていう言葉ですかね。いわゆるそれはでも日本的なやり方じゃん。まあもちろんそうですよね。なんかアメリカって割と子を大事にするから、そんな風に会社が言ったとしても、いや自分があって初めて。そうですね。日本は団結心とか、そうですね、そうですね、その企業としてなんかこう、何もうまとまっていくっていう、はいはいはい、日本的なやり方ちゃう。そうですね、もう本当にまさに日本的なやり方だったんですけども、僕のやり方は、まあ、アメリカとのその何ですかね、アメリカの経営とバランスを取りながら、例えば、アメリカで言うと給料をたくさん上げるとかインセンティブを払うとかっていうのがあるじゃないですか。まああのメジャーリーグでもそうですけども、インセンティブっていうのがすごくたくさんつくっていう仕組みが取り入れられてるんですけども、それもやりながらチームワークも重んじるっていうところでバランスを取っていったっていうところですよね。なので勉強は稲森さんのことで、稲森さんの本や CD などで勉強しましたけども、アメリカの仕組みっていうのも実際反対側ではいろいろ取り入れていったんですよね。あ、それミックスした。ミックスしました、はい。なのでやっぱりあのアメリカ人の人たちにとっては、そのいくら褒められてもお金でちゃんとこう形にして見せてあげなければ、こう認められてるというふうに感じないんですよね。それは多分飲食業界だけじゃないと思うんですよ。いや、全てのね、はい、違う。なのでまあ本当にあのスポーツ界でもそうですし、高い給料にでがもらえるところにどん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 転職していく、チームも変わっていくっていうのが普通な文化なので、そういう意味では、君のことを認めますよ、なのでこれだけお支払いしますよっていうことを、まあこうバランス取って、日本の経営、チームワークの経営と個人を主張する経営っていうのをバランスを取ってやってきた。だから表彰式をすごくやりましたよね。ああ、表彰、はい、それって日本の会社もやってた。やってますね、留学で。はい、やってましたね、年に1回2回、ね、あれはアメリカでも生かされたわけ、はい、やりましたね、はい。なのでまあ僕は年に4回やってたんですよ。もうそれも朝から晩まで表彰やるんですね。いろんなカテゴリーを、十何カテゴリー、その表彰式をずっとやってるんで、朝から晩まで。これはね、俺ね思うんだけど、アメリカ人って褒められるのが好きやね。そうですね、褒められて育つから。そうです、そうです、そうです。あの逆に言うと、ちょっとマイナス点は失敗した時に謝らない、はい、そうですね、折れちゃうみたいな。そうです、そうです。自己主張をちゃんとしますから ね、 そこは、はい。でもその褒められるってことはすごく大事で、はい、
俺もアメリカに来てからすごく思ったし、自分も褒められるの大好きやし、うんうん、なんかこう日本は叩いて叩いてこう、ね、そうね、跳ね返ってこいみたいな、やっぱり今でもやっぱりその精神やもんね。なのでもうその育ってきた家庭が違うんで、そこを度外して経営を組み立てることってのはできないんですよ。やっぱり彼らがどういうふうに育ってきたかっていうことが一番大事で、それに合わせてその報酬制度だったり、その褒めるってことだったり、叱るっていうことを組み立てていかないと、やっぱり経営が成り立たないですよね。日本のやり方だけ押し付ける、もしくはアメリカのやり方だけ日本の企業は押し付けるっていうのでは多分僕はダメだと思いますよね。バランスを取るってことはすごく大事ですよね。だからあれやんな、その店のさっき言った例えばコンセプトなり、はい、それもアメリカナイズ、はい、例えばされていくことも必要やし、はいはい、経営も日本のいいとこだけ取って、それをアメリカ人にどういうふうにして生かせていけるかっていうことを考えたってことですね。はい、そうですね。すごいね。いやいや、そんなことはないんですけど。俺はなんでこんなん分かってたのに、あのアメリカのごついは成功せんかったか。いやいや、成功してましたよ。いやいやいや、本当に。いやいやいや。なので、もうアメリカ人の人たちってやっぱり育ってきた環境や教育が全く日本人と違いますから、うん、そこをやっぱりこうなんていうんですかね、探し出すまでに時間がかかりましたよね。だからアメリカ人の従業員とすごくコミュニケーション取りましたよね。怒ったら辞めるとか、で褒めたら調子乗るとか。それは何、説得さすの。そうです、コミュニケーションを取って話し合ってですよね。で話せば分かんの。分かりますね、分かります。なので日本のいいとこってやはりこう沈黙はなんとかじゃないですけども、あまり多くを語らないそうね、ことが美学、俺の背中を見ろみたいな、ね、そうですそうです、美学じゃないですか、うんうんっていうところがあるじゃないですか。でもアメリカで何も語らなかったら誰も一生気づいてくれない。分かる。いや、撮影とか行ったらそうじゃないですか。俺もだから自己主張しなあかん。そういうことなん、自分が何をやりたいか、はいはい、どうしたいかっていうことを言って そうです。それでなおかつ有言実行が最高やんね。そういうことです、ね、でもアメリカ人って有言無実行も多いよ、ね、あります、あります、ね、はい。なのでもうあのこの間、まあ、飯原さんの飯原チャンネルを見させていただいたときに、コミュニケーションという話をされてたと思うんですけど、僕はコミュニケーションという言葉のもう一歩こう掘り下げて考えたときに、何が大事かっていうと自己主張、自己主張能力、これを磨いていけば多分僕は日本人でも他の世界の人でもアメリカで成功すると思います。もしくは世界で成功していくと思います。いや絶対そうよ。俺も絶対にこの間も言ったんやけど、AI の技術がこれからね、はい、進歩していって、はい、どんどん AI が皆さんの俺らの持ってる脳の数倍の能力を、はいはい、要するに、はい、経験値とかいろんなことをデータ化してやっていくときに、はいはい、やっぱりさ、こうやって触れ合って、はい、人間と人間、人と人としてどうやって、あ、こいつと仕事したいとか、はい、そうですそうです、好きとか、そういうことやな。ちょっとチャーミングなところがないとダメなんですよ。いやいや、そうだから完璧はダメよ、はい、そういうことです。AI にはチャーミングなところがないですから、ね、完璧やからね、 AI はちょっと子憎たらしくなりますよ。そう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 。だからチャーミング、それは人としてそうです抜けてて、そうですそうです、抜けてることが魅力になるんだよね。そうなんですよ、そうなんですよ。だから経営者っていうのもなんか言ってること難しいし、もう鬱陶しいけども、ちょっと可愛いところもあるよねっていうところでバランスを取るっていうのは僕はすごく大事だと思いますよね。ほんでちょっと思うんだけど、なんか経営者としてそういうところがあると、あの他のスタッフが助けてくれる。そうですよね、そうですよね。本人が食べていくのよね。それがそうです、ひょっとしたらその人の戦略やったらすごいよね。そうですね、そうですね。それが人間のやっぱり美しさだと僕は思いますよね。あ、やっぱりその魅力につながっていくと思うんですよね。あ、うん、なので僕はだからアメリカ人をどう見てるかっていう意味では、やっぱ子供の教育、まあ、アメリカハワイで生まれてロサンゼルスで育った子供の教育に、まあ嫁さんと僕で携わってきたんですけど、まあ見てたらやっぱり例えば野球部に入ってて、あの野球の練習や試合を見てる時にね、何を感じたかっていうと、やっぱアメリカ人の人たちは出場したいです、試合に出してくださいとか、このポジション僕にやらせてくださいとかっていうことを自分から言ってきますよね。例えば日本だったらピッチャーできる人って言われた時に、あの本当のピッチャーか、まあね、控え投手ぐらいしか、2人ぐらいしか手を挙げないんですけど、アメリカ人はほぼ全員手を挙げるんですよ。でじゃあやってみろって言われて試して、そこでお前できないやんかって言われたら、次サードで手を挙げるんですよね。でどっかで、いやどっかで引っかかるまで手を挙げるんですよね。それぐらい自己主張するんです。でも自分はいや
今回はダメだったけども必ずできるんだからどっかで自分を拾ってくれよっていうところのアピールがやっぱもう全然違いますよね。 なので僕は日本の育て方をある意味ちっちゃい時はしてたんで、うん、さあ見てくれてる、ね、分かってくれる人は分かってくれる、見てる人は見てるから心配するなっていうようなことを言ってたんですけど、うん、途中で気づきましたね。あれこれは気づいてくれないなって。だから息子に自分で自己主張しろ、やりたいやつで手を挙げろ、言いに行けっていう教育にどんどん変わってきました。アメリカの教育に変えたわけ、はい、変えてました、はい、でアメリカ人がどういう気質なのかっていうのを学びましたね、そこで。なるほどね、はい、だからもう本当にあの日本人のようにこうおとなしく黙って誰かが見てくれているということは、僕はまあアメリカだけじゃなくて今後世界ではやっぱり通用しなくなってくるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。っていうのはやっぱりアメリカにはいろんな人種の人が住んでるんですね、うんうん、それこそロシアもヨーロッパの人もアフリカの人もアジアの人もいろんな、ブラジルや南米の人たちもいろんな人たちがいるんですけども、やっぱりその中で自分を主張していくっていうのはやっぱり手を挙げて PR するしか、自己 PR するしかないですよね。誰かが見てくれてるなんていうのは、いや気づいてくれてるとかね、それは美しいのよ。そうです、俺もそれ大好きだけど、はい、俺もそのアメリカへ来て分かったのはやっぱり、あ、俺はね日本人のそういう美学を持って人の気持ちを思いやる、はい、察する、はい、そうです、そういう気持ちを持ってなおかつ自己主張できたら俺は最強やないかな。そういうことです、そういうことです。だから察してあげる能力もあるし、うん、自分も主張する能力もあるっていうのは僕はこれから必要とされていく人材だと思います。そうやね。俺昔さ本田圭佑ってサッカー選手の、はいはいはい、あの彼がロシアに行った時になんか特集組まれてるやつ、はい、ロシア行った時にみんなインタビュー選手にしたら、はい、もう本田は最高のキャプテンだよとか、キャプテンやってたの。何がって言ったら、はい、いつも来た時にどうしてるって、はい、お前大丈夫かって、はい、声をかけてくれて気遣ってくれて、そう問題ないかとかっていつも言う。それが日本人と大事なところやね、相手の気持ちを思いやる。そうです、そうです。でもあの本田、皆さん見てください、あんなに自己主張、俺がフリーキック蹴るみたいな。だから片方じゃダメなんですよね。そう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 、自分の自己主張もするけども相手がちょっとなんか悲しそうな顔してたらどうしたのっていうふうに気づいてあげるっていうところが僕は日本の強みだと思う、ね、いやそうやね、はい、いやだから俺もね日本人としてやっぱりねこう育ってきてその気持ちを持ってるとは大事で、ここに自己主張できたらどんなに最強になるのかな。今息子にも言ってるし、トシもね、はい、あの息子がそのいて、はい、やっぱり息子にもそういうふうに言ってきて、ね、はい、やっぱりそれはすごい大事だね。なので、まあ、今後日本人が世界で羽ばたいていく、活躍していくためにはその能力を僕はすごく身につけていただきたいなっていうふうには思ってるんですが、今後の若い人たちね、特にね、やっぱり今もこうちょっとこううちにうちにっていうか、あまり外に出たがらない子たちが増えてますんで、そうじゃなくてやっぱもっと外に出て自分の思っていることをちゃんと主張して、でこうチャレンジしていってもらいたいっていうのが僕の願いですよね、若い人たちに対して、うん、そしたら必ずその経営者でも野球の監督でももちろん俳優さんでも歌手でもいろんな分野でこう日本人が世界で活躍するときがやっぱ必ず僕はやってくる。それをねアメリカにいながらやっぱ感じてるってことは感じます、ね、これはね、はい、確かな俺は事実やと思う、はい、なので、うん、だからもし能力以外で足りないものが何だって言われたら、日本人はすごい能力があるんで、うん、能力以外で何が足りないかって言われたらやっぱり自己主張能力が足りないですよ。そう、俺もね、はい、日本人海外に出て初めて分かんないけど、日本人ってすごい優れた民族だと思うわ。優れてますよ、本当に優れてると思う、はい、ここに自己主張があったらもっとやと思うわ。誰よりもルールを守る国民性がありますし、うんうん、だってさ、ね、震災とかあってさ、ちゃんと並んでこっち、はい、すぐ暴動よ、はい、そうですね、そんな、はい、自分がまず一番最初だっていうふうに考える人たちですからね。なのでそういう意味ではやっぱりね、これからそういうこう人たちが出ていくっていうのは、やっぱり出てくるっていうのはやっぱそういうところの能力をこう引き出してあげる環境が僕は必要だと思うんですよ、ね、いやいや、まさしく俺もすごい感じるな。チャンネル登録よろしく。